さて、恒例の休日出勤の朝でございますけれども、久しぶりにインスタ360エースプロを取り出しまして、昨夜テストいたしました AT9901 ステレオのなんだかんだ言って長く使ってきているオーディオテクニカの珍しいステレオのピンマイクですね。それを運転席側のひさしにつけた状態で今通勤を開始しているところでございます。昨日のテストではこのマイクが一番良かったんですよね。で、今ひさしを全部畳んだ状態にしてまして、マイクの向きは天井に向いちゃってますから、これだとさすがにあまり音良くないと思うんですけども、ちょっとね、天井に何を見つけちゃったかもしれないな。レ補正どうしてたっけね。最近は札幌は曇りがちというか雨がちの日が多いですね。あ、天井についたのは雲でした。よかったよかった。ちょっと触ったら今私の顔の前に上からぶら下がってます。まあ、雲が何食ってくれることはあんまないと思うんですけど、今外気温は12度、今日は2024年の9月22日でございます。エースプロ2は出る出ないという両方の噂があったんですけど、今朝 X に海外の方の明確なスパイフォトが上がってきたので、やっぱ出るみたいですね。 AI パワードアクションカムという銘打たれた紙パッケージが映ってましたけど、ちなみに今通りかかったマックスバリュー隅川店は搬入口が1個しかないので、平日は取り合いしてるんですけど、トラックが。今日は初めて取り合いしてないな。土曜だからかな。今日日曜か。モニターを見る限りは、いい感じの取れ方をしてそうですね。本当に安定感だけは、このインスタ360に GoPro から変えてとてもいいと思ってます。ちょっと色味と解像感と何よりも最短撮影距離が長すぎるというところが結構な不満として最終的に残ってきてると。で、ただ後から買いましたオズモポケット3がすごすぎましてですね。あれがほぼそのあたりを解決してくれてまして、で、今の私の撮影のフィールドがですね、そんなに雨の中突っ切るとか水没の危機がたくさんあるとかですね、そういうことがあまりないので、ちょっと朝露多い雨降った後とかでも、まあ、オズポケ3で行けちゃってるので、ほとんどこのアクションカムの形をしたカメラの登場が必要なくなってきてるというところもありまして、本来ならばアクション5 Pro もしくは AS Pro 2最短撮影距離次第で即買い替えしたいところなんですけど、ちょっと今静観してる状態ですね。我らがノースランドヒカルさんが詳細なレビューをウキウキしながら撮影中らしいので、昨日届いたって言ってたから、それに期待したいですね。一応リプでは返してくれて、アクション4よりは5の方が若干寄れるようですみたいな数値付きでコメントくださったんですけど、私が知りたいのは AS Pro との比較なので、
まあ、それ以上ちょっと情報いただけないようだと、AS プロ初代とアクション4の多分最短撮影距離の比較してる人が多分、ごくわずか調べるといると思うので、まあ、そこから推定していって、5プロがどんな感じなのかというところなどを探っていくという形がよろしいかと思います。じゃあちょっとここからはですね、ひさしを視界を遮らない程度に下げてみまして、マイクの角度としては直線延長線上に口元があると、そういう状態にしてみました。ちょっと目障りですけどね、目の上のたんこぶという言葉がぴったりの形で、ピンマイクがまあ、姉妹品だと思うんですけど、 AT9904 のモノラルマイク、まあ、昨夜もう捨てちゃいましたけどね、あれはウィンドマフがとても小さいんですけど、まあ、例えるならば子供の小指の第一関節ぐらいなんですけど、この9901のステレオの方はですね、まあ、さすがステレオということがあるので、倍以上の大きさ、まあ、成人男性の、どうでしょうね、親指第一関節ぐらいかな、結構でかいんですよね。まあ、とにかく這い上がりで攻撃はくっきり取れるので、このもごもごしがちな車載においては 5,6 年前に大活躍していたって感じですね。まあ、しばらく GoPro にネックマウントシステムとして常設していた時期もありまして、なかなか酷使してきてるんですけれども、へたれることはなく、現在に至っていると。AT9904 は、まあ、昔の YouTube 動画とかでレビューしてる人とかもいるんですけど、ちょっと私の答えは外れだったのかもしれないですね。どうだったろうな。どっちかは中古で買ってるんで、もしかしたら外れだったのかもしれないですね。明らかに廃落ちなんですよ。で、レビューとかでも廃落ちの感じが見られたので、あ、やっぱそうかとは思ったんですけど、それ以上にちょっと悪い気がしてますね。はい、お分かりいただけるであろうか。中央分離帯になんか得体の知れない包帯をした小さな木々が見えると思うんですけど、これ なんかよくわかんないですけど、白石区のリンゴ祭り用になんか長らく植えてるリンゴの木らしくてですね、こんなに細いんですけど、たわわに実るんですよね、毎年。で、盗む人が結構いるらしく、割とその包帯というか、事件現場のコーションっていうやつですよね、立ち入り禁止というテーピングがされているところが多いという感じでございます。いや、ただのテストにしようと思いましたけど、これ雑談動画で上げちゃいましょう。車載雑談で割とよどみなく喋れてるんで、でちょっとこの先ですね、まあいろいろあって車載、まあ風景というか雑談というか撮ることが増えそうなので、ちょっと専用機みたいな常設しておけるようなものとしてエースプロがやりたまり上がったと、そういう経緯でございます。それで買った当初はですね、今まあ当然純正の マイクアダプターをつけてやってるんですけど、マイクアダプターつけるとステレオのインと USB のサービス端子も出てくるんですけど、なんかね、給電ができないみたいな話だったんですけど、昨日試したら給電できますね。ちょっと私のうろ覚えの誤情報かもしれないし、ファームウェアでできるんだったのかもしれないんですけど、ただ速度が出ないのかな。なんか制限があった気がするんですよね。ただ昨日 70% からいろいろテストしていた時に、結局 80% ぐらいまで電源つけた状態で充電できましたので、まあ、そのあたりの使い勝手もバッチリというところでございます。ただ、あ、そうだ。マイクアダプターの
サービスの USB-C 端子からは、データの取り出しができないんですね。そうだ、そこだけだ。ただこれは結構大きくて、この S Pro は左右にドアが分かれてまして、まあ、正方向で持った時の、向かって左というべきかな。向かって左の大型ドアは、バッテリー専用。で、右側の小ドアについては USB-C とマイクロ SD のアクセスになってるんですよね。で、この純正のマイクアダプターが、その小ドア、小さい方のドアを引っぺがして、そこに当てがっちゃうと、パチッと、カチッと、クリックして、安定して取り付けちゃうという形になるので、マイクロ SD へのアクセスが取り外さない限りできなくなってしまうということで、まあこれがね、マイク外せば、USB-C からデータで出せるみたいな、紙仕様だったら、なお良かったんですけれども、まあそこはしょうがないですね。USB-C の規格の問題だと思いますので。で、今のこの設置状態はですね、ちょっと画像印刷としておきますけれども、まあ、視界を妨げない範囲で小さい方のファルカムのサクションカップのマウントですね、これに短いマジックアームをつけまして、ほぼ車のセンターに付けている状態ですけれども、若干ちょっと無駄に下に取り付け位置が下がっちゃってますので、上にかしがせているような状態になっています。ちょうど平地で進行方向に対して向いているぐらいの感じかな。だもんで、ちょっとボンネットが映り込んでるんですよね。これは、なんか大抵は、編集時にクロップするような形をとってますけれども、今回はどうしようかな。もしかしたら逆にそのまま出すかもしれないですね。いや、今日道空いてるな。休日出勤の時はちょっと、出勤時間が遅いんですよね。30分遅いのかな。だから本来だと、いつもより逆に混んでる感じになるんですけれども、今日は、どっかにもうみんな行っちゃってんですかね。で、今日はハンドンなので、午前で終わる仕事の予定なので、私も、もろもろ準備しつつ、夕方には、大雪山の方に向かおうかなと思っています。まあ、アクション5 Pro はどこでも絶賛されてますけれども、いざ出てきた画質がそこまでいいかというと、大して変わんないですよね。本当最短撮影距離の問題がなければ、もう S Pro でいいんですけど。確かにまあ、ダイナミックレンジは広がっていて、白飛びと黒つぶれが、まあ、よりなくなってるのは確かですけど、やっぱり真っ暗なところで車載とかやってるレベル見ると、やっぱそれなりに滲んでるし、ノイズは多いし、まあ、例えばオズマアクションプロとかと比べても、そこまでじゃないというところが言えるかと思います。仕事で回るエリア、札幌の北口のちょっと外れの方かな、なんか DJI のショールームの跡地があって移転しましたって小さい張り紙が貼ってあるんですよね。どこに移転したんだろうか。はい、目の前の先には当たり前のように山々の稜線が見えておりますけれども、あれは多分ルモイとかグリュー、そちらの初冠別岳とかそちらの方の稜線だと思います。あんまり私が行かないエリアですね。まあ200万人都市、都道府県のなんていうんですかね、なんていうんでしたっけ、首都じゃないですよね、政令指定都市って言うんですっけ。そこからだいたいどっからでも
山の稜線が見えるというのはなかなか贅沢だなと。慣れちゃいましたけどね、もう当たり前になっちゃいましたけど、本当にね、まず、まあ、東京で育って神奈川行ってまた東京戻ってとか、実家が転勤族していた頃は、まあ、山の稜線を見えるとなると、一番長く住んだのがですね、14階建ての団地の13階だったんですよね。そこは富士山が大気の状態さえ合致すると丸見えになるというところが非常に魅力の一つだったんですけど、そこで見る以外は、まあ山の稜線を見るなんてことはなかなかできないし、まずその森ですよね、こんもりとした森を見るなんてこともなかなか稀有だったもんですから、千葉に引っ越せると決まった時はめちゃくちゃ嬉しくて、でただそれもそれで慣れてくると、千葉の標高がとても低くてですね、最高峰でも400メートルないぐらいなので、まあ、ちょっとやっぱ里山のに 丘が見えるみたいな感じなんですよね。慣れてよく見ると、まあ、森はいっぱいあるんですけど、それが逆にちょっと不満になってきたりとかですね、まあ慣れちゃうとなかなか目が肥えてくるというか、贅沢になってきちゃうもんでして、空いてるな今日。この一応の GoPro セッティングとかをするがゆえに5分ぐらい遅れて出てきちゃってるんですけど、余裕で理想の時間帯につけそうですね。あ、問題はね、マイクロ SD 買い足さないといけないんですよね。今オズポケとこの S プロ、今日はまあ雨の時用のサブという立ち位置なので、これ用のマイクロ SD がないんですよ。でミラーレスの2台のカメラが両方とも、まあ、メインかサブかはカメラによってばらついてるんですけど、必ず片方を、マイクロ SD にしてまして、そこの中サブのマイクロ SD を引っ張り出してきて、それでやってます。で私あんまりカードを持って持って行き忘れるとか、バッテリー持って行き忘れるっていう、よく皆様がやりがちなことをほとんどやらないタイプの人間でして、まあまずは大丈夫なんですけど、まあ最悪は別のカメラにあるサブの SD 引っ張り出してやればいいんですけど、ごく稀にですね、一眼で長撮りしたい時とかに、あとは本当に連日の遠征とか宿泊系の移動とかになると、さすがに 256GB だと1枚だといっぱいになっちゃうので、リレーで、撮ったりしたいことも多いわけなんですけど、ちなみに突然ですけれども、今はヒーターを1段階つけてますので若干の暗装、ただ窓は全部閉め切ってますので、ここのガススタがね、安いんですよ。このあたりでダントツ安いですね。昨日また入れましたけど。最近ガスも乱高下してまして、今、安いところだと165円とかなんですよね。で、高いところだと170円ぐらい。ここはでも160切ってる。なんでこのワイヤードのマイクシステムにまた立ち戻ってるのかというと、まあ、長撮りするとですね、ワイヤレスのマイクの内蔵のストレージがいっぱいになっちゃうとか、あと連泊して撮り続けるときとかにどれがどのフッテージだったかとかが結局わかんなくなってきちゃうんですよね。音はやっぱり内蔵で録音した方が一番いいんでしょ、後で編集時に合わせた方が圧倒的に音はいいんですけど、思いついた時にいつでもパッとつけられて、ちゃんと語りも取れるみたいなちょっとシステムが必要になってきたと、そういうような状況でございます。はい、これで今この辺りはですね、札幌ジャンクションとか札幌インターの近くでして、この辺りも意外にロジスティックセンターがたくさんあるんですよね。まあ、この辺りの一角に私の今の職場もございますので、
それではだいぶ職場が近づいてまいりましたので、この突発車載雑談はここまでにしたいと思います。また別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。